お世話になります、ひとりでございます。4月はすでにエイプリルフールレイドなど様々なレイドがありましたが、またさらにレイドが更新されましたので、今回はその情報を共有させていただきます。どうやらですね、今回はコーリッポちゃんが出てくれるようです。こいつはシールド限定ですから、それだけでもめちゃくちゃレアいですね。でさらに色違いも出やすくなってるとのことで、これはまあ最高ですね。で期間は4月26日の8時59分までということで、また短いのでそこはご注意ください。でシールド限定のが出たってことは、来週はもうゴールデンウィークに近いですから、それもあって石変人色違いも来るんじゃね、これ。いや来てほしいよっていう感じですが、まあとりあえず今回もまたやっていきましょう。やり方につきましては、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るで受け取っていきましょう。これ地味に忘れちゃう人いると思うんでね、忘れないようにちゃんと受け取って、はい、それで、出現する場所についてはね、どこでも出ると思いますので、今ここだけ見とく。一応出たあ、ここできるかな。もうすでに願いの塊入れてたとこかもしれませんから、できるかな。ちょっとここで日付変更バグやってみましょうか。すでに入れてたとこかもしれないです。そうだったらワンチャンできるんですが、あ、できましたね。すでに入れてたとこです。で、ここなんで日付変更バグ使ったかというと、4つ星だと色違いの確率は多分上がってないかな。5つ星で上がるので、高立法が出てかつ5つ星が出るまでひたすらこれやっていきたいなと思います。しかもこれってあのメタモンとかのレイドに追加されて高立法が出てくるんじゃなくて、高立法しか出ないっぽい感じですね、なんか。ということはめちゃくちゃこれ色違い厳選しやすいんじゃないですか。後で出てこないっていうフリじゃないですからね。すぐ出てくるんじゃないですかっつって、絶対出てこないみたいなパターンじゃないですから、まあとりあえずこれで5つ星やっていきましょう。もういつもね、願いの塊でそのイベントレイドのポケモン出すだけで大変なのに4つ星しか出ない。なんでやねん。おい来た。普通にまあすぐではないけど、まあそこそこ早く出てきましたね。やっぱり氷っぽしか出ないので、かなり今回色違い厳選やりやすいんじゃないかな。でもそうでもないかな。意外と昔もそういうことあったけど、まあ結局確率的にはそんな変わんないかもしれないです、5つ星が出てくる確率としては。で出てきたら必ずレポート書いてね、それでやっていきましょう。まあとりあえず無限大なでいいや。色違い出た、これ一発目で来たらもう発狂して、もう全部世界を壊す。出てきたんじゃねこれ。出てきたこれ。ちょっと待って、これ色が分かんないよ。出てきた。あ、違うか、マジか。これ見えるじゃん、だって色違いに、この巣穴の赤色で色違いに見えたよこれ。ごめんなさい、間違えて喜んじゃいました。違ったらリセットします。いや今回見分けにくいぞ。でもう一回ね、日付変更バグで別の5つ星の氷っぽ出していきたいなと思います。はい来た。で出てきたら必ずレポート書いといていきましょう。いや今回はサクッと終わらせたい。頼むから来てくれ。来るはず。来て。あーちょっと見分けにくいな、ほんと。一瞬色違いに見えちゃうよね。でももうちょっと顔自体がピンクっぽいから、そこで見分けるしかないっすね。もう一回リセットして、あとひたすらやっていきましょう。おー連続で出てきた。ダメかー。はい、無理ー。無理だけどなんか今日元気だからそんな嫌じゃない。いや、もうすぐ来るはずでしょ。大丈夫大丈夫、落ち着け。無理や。来てくれ来てくれよ。おい、フッシー来るだろ来るだろ、もう来るだろ。違う、合ってるこれ。どっちどっち、色違いこれ。色違いっぽい。ペー。来た。早い。今日やっぱ元気だからめっちゃ早いわ。なぜか今日すげえハイテンション、眠くない、風邪気味なのに、だから来たんだ。シェッシェッ、奇跡だろ。まあ結構回数的にはやったけど、かかった時間23分でございます。めちゃめちゃ早いね。てか来てもそんな色違いか分かんなかったけどね。やっぱり似てるわと思って、普通に解放者倒せるでしょ。無理かな。まあ頑張ってみますこれで。はい、でリッポッチは5つバリアですね。でアイスフェイスがあるからちょっと悪いね。でもバリア割られた時、こいつの元々の表情がかわいそうすぎて余計かわいそうに感じるわ。やられた。いやー凍える風ばっかやってくる、きついぞ。全体攻撃ばっかやってくる、しかも素早さが下がるというね、おまけ付きという。うわーやられた。ダイマックスオーでとどめだ。いけー、滅びのバーストストリーム。よし倒した。
ナイス。こいつかわいそうだね、爆発するからさ、氷タイプだとあの爆発弱点だよなっていう炎タイプだったらあの爆発効かねえだろ。リピートボールでいこう。ここ間違ったらもうダメだよ。ここは切れるよ普通に来なかったら。今日は元気だけどハイテンションだけども頼むよ。はい、ありがとう。本当に運がいい。俺様の運が最高にいい。もうなんか悪いこと起こるんじゃねえかっていうぐらいいいわ。はい、ゲットしました。これで、あ、アイテムはいつもと一緒。なんかね、いつも期待しちゃうんだよね無駄に。いつも一緒なのに。だいたいダイマックス飴、日光鎧鉱石、マックス鉱石、1個ずつ不思議な飴、星のかけら、デイビー奮い立て、吹雪のでございますと。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V ですね。まあまあまあいいでしょう。でもはい、来ました、リピボレベル60メスの色違い氷っぽちゃんでございます。ちゃんと私これやってんのソードですが、ソードでもちゃんとねゲットできるという、すごいいいですね。で、特性アイスフェイス、物理攻撃は頭の氷が身代わりになるが姿も変わる、氷はあられが降ると元に戻るということで、強いっすねこの特性は。で、つららばり、アクアブレイク、アイアヘッド、頭突きということで、あ、凍える風ここにはないですね。ただそのレイド中は凍える風バカみたいにやってくるんで、バカみたいに辛いんで、バカみたいに注意してください。で、やんちゃな性格ということで暴れることが好き。こんな形で暴られたら嫌なんですけど、当然リボンはないという感じでございますと。はい、ということで今回は氷っぽ色違いのやつ簡単にね捕まえさせていただきましたよ。シールド限定ということで、もちろんソードの人はね最高ですし、まあ色違いなんでね別に誰でも最高でしょうね。しかもイベントレイドで出るポケモンがこいつだけっていうね、これかなり珍しいレイドですので、そういう意味でもね色違いめっちゃゲットしやすいんじゃないかなと思います。まるでもともとこの子オリっぽいのに入れられてるように簡単にゲットできますよ。テロリストじゃない。